長え。ダメだ、長え。51ページじゃねえな、51ページは。アンジュ。なんならこれ読んで今日終わりになるわ。唇。それは、突然のことだった。それは、予想外の出来事だった。一瞬唇に触れた熱い感触。これは、夢？どうしてこんなことに？それは、遡ること数時間前。サンバかな、後でこれか。ああ、うん。ちょっと待って。よし。あ、待って、ちょっと。ああ。アンジュ。今日、家行っていいか。配信中の申し出だった。突然の申し出。いつもの冗談だと思った。本気なんてしてなかった。なのに、本当に来るなんて。インターホンが鳴り、ドアを開けると、そこにはベルさんがいた。途端、ふざけるくちびり。一瞬、何が起きたかわからなかった。憧れていたようなものではなく、乱暴なキス。嫌なわけなかった。ただ、びっくりして押しのめてしまう。壁にぶつかるベルさん。あ、ごめんなさい。私。ごめん。いえ、私がちょっとびっくりしちゃって。いや、だった。視線を落としたまま、ベルさんは言う。こんなにも心細そうなベルさんは、初めて見る。不安げな瞳。違うのベルさん。私嫌だったわけじゃ。嫌じゃないです。ベルさんが顔を上げる。そして、二度目の、抑えられる腕。今度は、どれだけ力を入れても、退けることはできない。アンジュ、ベルさん、夜は、まだ終わらない。激しい、しかも。今日もこれで終わっていいかな？腹が痛い。